ベトコンラーメン、新東一宮本店にて、ベトコンラーメンは、主に、岐阜県や愛知県のラーメン店で供される、ラーメンの一種である。愛知県一宮市、あるいは、岐阜県岐阜市が発祥と言われている。名称はベトコンに由来、新聞1、また、ベストコンディションの略とも言われている。他の種類のラーメンと比較して提供する、店舗数が少なく、名古屋県以外ではあまり知られていない。 丸ごとか、または粗く砕いた、ニンニクスーコ、ニラ長ネギもやしなどの大量の野菜を、唐辛子で辛く味付けして炒め、鶏ガラベースのスープを加えて茹でた麺にかけたものである。スープや麺自体には、辛みはないが、野菜炒めの辛さが混ざることにより辛みがある。名古屋市を中心とする地域のご当地ラーメンで、同じように辛口の台湾ラーメンがある。 台湾ラーメンは上に乗せる具材にひき肉を使用するが、ベトコンラーメンでは肉類をほとんど使用せず、野菜中心の具材中にわずかに入っているという違いがある。ベトコンラーメンは、1969年に市宮市で開業した中華料理屋、新京で開発されたと言われている。開店当時、カロ夏バテ回復のためにニンニクと唐辛子を入れた、ラーメンを調理師がまかない料理として作った。 この味が1940年頃に満州国新疆にあった実家の呉福店で中国人店員が作っていた現地のタンメンに近いことに店主の稲垣実が気づき味は良いことからメニューに取り入れた新聞一、また準備中に食べているのを見て常連客が注文するようになったのが始まりとも言う新聞に、当時続いていたベトナム戦争のベトコンの勇敢な イメージにちなみ、これが、ベトコンラーメンと名付けられた。しかし、戦争が激化したことなどから、食品の名称にふさわしくないと考えられるようになり、この由来を否定するようになった、新聞1。当時、客が食べると、コンディションが良くなると言っていたことから、以降は、ベストコンディションの略だと説明されている、新聞1、ウェブ1。一方、岐阜市の発祥説の方のお店、 ベトコンラーメン公楽、ウェブにでは開店当初の1975年からベトコンラーメンを提供しており、新聞1、南ベトナム解放民族戦線の勇気に感動して命名したとの説明を続けている。ニンニクをスライスせず、丸ごと麺の上に乗せているのが特徴である。なお、心境と工学の両者とも元祖にはこだわらず、小規模な店でもメニューが広まることを願って、 商標登録を行っていない、新聞1、新聞3。また、新京では希望者に対して惜しまずに味を伝授し、のれん分けした店舗は、愛知県や岐阜県のほか、大阪府高月市、岡山県倉敷市など16県に上る、新聞2。最南端で最西端は、北九州市小倉北区の満腹である。大将は、名古屋市の新京で修行している。 本州最北端のベトコンラーメンは、津軽半島の今別町の中華料理店、栄太郎だと思われるが、ここのニンニクも高楽と同じ丸ごとである。1980年代後半に当時出店していた名古屋市でメニューに取り入れたという新聞4、そして新京とは別に、広島県福山市では幸福亭という中華料理店があり、ベトコンラーメン、 味噌ベトコンを提供している。大将は開業前はフランス料理店で修行している。餃子の王将でもベトコンラーメンを提供している店舗が岐阜県内にある。また河川環境楽園のフードコーナーでは2011年よりベトコンラーメンを元にした新メニューとしてベトコンライスを提供している。ベトコンラーメンの具材とキムチ、卵をライスの上に乗せたものである。 ありがとうございます。